皆さんこんにちは、純子セレンディです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。今日はまた新しいお知らせがあります。2月の18日から3泊4日で沖縄でリトリートを開催します。それで今回はですね、皆さんもご存知かもしれないんですけど、私アース TV というネットテレビに出演させていただいた際に、地球ひろしさんともちろん出会ったわけなんですけれども、地球ひろしさんと山上輝夫さんと出会いまして、そうですね、11月に、アース TV の生ライブという形でトークイベントなんかも一緒に開催させていただいたわけなんですけれども、今回このお二人が沖縄でリトリートを開催主催してくださることになりまして、私がゲストという感じで一緒に参加させていただくことになりまして、お二人の主催に私のコラボレーションという形でリトリートを開催することになりました。そうですね、場所はですね、美ら海水族館のすぐ近くのホテルで、詳しくは、内容の方をまた見ていただきたいんですけれども、そうですね、近頃は私事ですがサイパンの方に出かけまして、ダイビングをして遊んできました。本当になんか海を見てるとすごいなんか安らいだ気持ちになって、やっぱり海ってすごい不思議な力がありますよね。海の世界もすごいですけど、海の中の世界もすごいんですけれども、いろんなお魚とかいろんな生き物がいて、陸上とはまた違う世界だななんて風に感じてたわけなんですけれども、陸からね、青い海とかなんか空とかいろんな種類のブルーを見てただけですごいなんか、地球って綺麗だなぁなんて思ってきたばっかりなんですけれども、沖縄もねすごい美しい場所で、開催するっていうことで、そこの沖縄のね場所のロケーションも素晴らしいですし、そこでね過ごす3日間3泊4日っていう時間は本当に気持ちいい時間なんじゃないかなっていうふうに私自身が感じています。なので沖縄でね綺麗な風景を眺める、なんか海辺を歩いてみるとか、なんかいろんなことを一緒に過ごしながら、もちろんノンデュアリティの話やそれら他の今までそうですね動画でお話しさせていただいてきたような内容や、皆さんからの質問や皆さんのご自身のストーリーなんかを聞かせていただきながら一緒に過ごしていくというリトリートになると思いますので、皆さんもしよかったらぜひご参加してみてください。ではまた沖縄でお会いしましょう。